ここが巨神の体内。以前ザトールから侵入した時とはだいぶ様相が変わっているな。巨神が生体機能を取り戻しているんだわ。ザンザの野郎が覚醒したからだろうな。行こう、ザンザの元へ。こんにちは。はい。ご機嫌麗しゅう、殿下。その声はローランか。どこにいる。ご覧ください、巨神の心臓を。ザンザ様の命の躍動を。何言ってやがる。出てこい。私はここで殿下をお待ちしております。ぜひお見せしたいものがあるのです。死に損ないのお友達もご一緒に歓迎しますよ。
おのれローラン、何を企んでいる。大丈夫だメリア、さあ巨神の心臓に行こう。ああ、
ほどまでに心が乱れるの。騒いできた。グリッドエッジ。これは今。
ワイできた。そなたたちの力、本物だな。サモンブルト、今ならやれぞ。サモンブルト、クロスインパクト、ビットエッジ、バカブルト、勝利あふれてる。シャドウアイ、変形準備バッチリね。始めるがいい。このサモンブルト、このままじゃ。何を言う、諦めるな。リオル、頑張って。あー、このやつら、うん、僕たちの勝ちだね。警戒を怠らないように次も頑張ろうね。何をリールギフト。
ようこそ私の世界へ。正直驚いたわ。まさかザンザ様の依代が自分の意志を持って生き続けるなんてね。生き続けるさ、これからも。そのために僕たちはここまで来たんだ。この世界で生きる人一人一人に人生がある。それは何者にも脅かされるものじゃない。ザンザなんかに屈しはしない。そう、熱いのね。なら熱いその人生もっと楽しませてあげる。あれは、カリアンか。アリエ、叫んでも無駄よ。あの時は不覚を取ったけれど、今このものは完全にテレシアと化している。私の可愛いしもべ。テレシアの言葉の意味って知ってるかしら。不浄な生命を刈り取るものって意味。そう、あなた方のようなね、ザンザ様にとって不要な存在、今この手で刈り取ってあげるわ。Yeah!
いできた。シャドウは私は強い。私もだよ、メリア。兄上、私は兄上に皆に謝らなければならないことが。私たちがテレシア化したことかい。私は皇女でありながらハイエンターに不幸を招き寄せてしまいました。私は間違いだよ、メリア。我らの中にテレシア化の因子が、呪われた血が流れているのは逃れようのない定めなんだ。だからこそ父上はその血を薄めようと思われた。お前はハイエンターの希望、テレシア化することのないそなただけが巨神が蘇った後もハイエンターの高騰を継いでいける。我らの苦しみを止めることができる。そのためならば父上も私も喜んで礎となろうと、そう決意したんだよ。兄上、恐れることはない。それこそが私たちの望みなのだから。ザンザの目的を阻むことができるのはそなたたちだけだ。はい。さあ、このものは私に任せ、行くのだ。シルク殿と共に。バカだ。私のテレシアが。貴様、何をした。私は何もしていない。それがそなたの運命なのだ。潔く受け入れるがよい。私の体が、永遠を授かったはずの私の体が。兄上、メリア、これで私も父上のところへ行ける。これからお前は望む通りに生きていきなさい。お前の望むままの生き方、お前の決める未来こそがハイエンターの希望なのだから。兄上、ありがとう。今の言葉、決して忘れずに生きていきます。今の言葉、今聞こえたもん。メリアちゃんの兄ちゃんの声が聞こえたもん。ありがとうって言ってたもん。メリアちゃんの兄ちゃんどこにいるもん。見えないのに聞こえたんだもん。リキ、リキには聞こえたんだ。ありがとう。
心配をかけてすまない。私なら大丈夫だ。行こう。それが私と兄上の望む未来だ。うん、わかった。けなげだな、お姫様。ディクソン。そう怖い顔するなよ。お前らを面白い場所に案内するためにわざわざ来てやったんだぜ。なんだと？監獄島で待ってる。最高の舞台で巨神の血肉に返してやるからよ。さっさと登ってきな。アバよ。あの野郎。行くぞ。奴を追って監獄島に乗り込む。はい。ここはまさか監獄島だ。やはり巨神の頭部に沈んでいたのか。ダンバン、頂上からすっごい力がビリビリくるもん。リキの勘ではディクソンはあそこにいるもん。ああ、間違いないな。待ってろよディクソン。私、充実してる。Fuck!
今ならやれる気がするの。